おはようございます。こちらは社会民主党松本総支部定例の松本駅前での街頭宣伝第456回月曜の声でございます。今パラリンピックがブラジルリオでオリンピックに続いて開催をされ、毎日本当に障害を持ちながらも世界のヒノキ舞台で活躍している皆さんの姿に多くの皆さんが感動を感じていらっしゃるかというふうに思います。障害を持つ方でも誰でも人が人として個人として尊重がされる、そんな国際社会の一つの姿だなというふうに私も感じております。今日は9月12日でございますが、昨日9月11日はあのアメリカ同時多発テロからちょうど15年目の日でございました。あの15年前の 9.11 からこの世界は大きく動いてきたような気がしてなりません。同時多発テロの後、アフガニスタンへのアメリカの空爆、さらには大量破壊兵器を隠し持っているということでイラクへの戦争が始まった。その後中東のアラブの春ということがありましたけれども、逆にそれを抑え込むような形での中東での混乱、さらには IS の台頭、こういった中でこの日本においてもテロ特措法あるいはイラク特措法に続いて10年経って安保法制の議論が始まり、昨年日本において戦争法制とも言われる安保法制が作られた。15年前の 9.11 からいろいろなものが始まり動いてきた、そんな気がしてなりません。7月の参議院選挙で自民党が参議院で過半数を取り、そして公明与党あるいは改憲を目指す大阪維新、名前を変えて日本維新の会となりましたけれども、こういった改憲勢力が国会で3分の2を占める9月26日のに始まる臨時国会以降、憲法審査会が設置をされ具体的な憲法改正の議論が行われるだろうと言われております。安倍総理大臣は自分の任期中に何としても憲法の改正をしたいというふうに参議院選挙前から言っておりました。特に東日本大震災があったことから緊急事態条項を設置したいということを言っています。しかし皆さん、あの東日本大震災があったその当該の首長の皆さんは、緊急事態条項は必要ない、災害対策基本法や災害救助法があれば、あるいは足らざるものはその法改正によって行っていけば十分対応ができるというふうに言っています。今回自民党の改憲草案の中で新たに憲法に創設をされるこの緊急事態条項、東日本大震災などの大規模自然災害を口実として作られようとしています。その危険な中身について今日はチラシに書かせていただいてございますので、ぜひご覧をいただきたいというふうに思います。一番の問題はこの緊急事態宣言が発せられると国会の機能を停止して内閣が勝手に政令を
出すことができるということでございます。内閣が勝手に政令を出せるというのは結構大変なことで、かつてのナチスの全権委任法にも匹敵するようなものでございます。そして国民にはこの緊急事態宣言の下で国民の基本的な人権を制約をして、そしてこの国やあるいはその他公の機関の指示に従う義務が生じます。仮にその他公の機関の中に自衛隊あるいはその後の国防軍というのも当然その他公の機関に入ってきますので、軍隊の命令を国民が聞くというそういう中身になっております。加えて大きな問題はこの緊急事態宣言、一回宣言してしまうと内閣の判断がなければ解除することができません。今のように与党が衆参国会で過半数を持っていれば、その下でこの緊急事態宣言を解除することはほとんど不可能に近いわけであります。つまり緊急事態宣言の下でどんな法律でも法改正でもできてしまう、そしてそれは内閣の判断で終わりのない状況になってしまうのが今回の緊急事態条項の特徴です。衆議院も解散しませんので、何かこの緊急事態宣言の下で国民にとって不幸なことが進んでいく場合には、何らそれをとどめる歯止めをかける中身が一つもないというのがこの今回自民党が提案をしている緊急事態条項の中身になっています。今後憲法審査会の中で議論がまずされるであろうこの緊急事態条項、本当に危険な中身であるということをこれからもこの街頭でお話をさせていただきたいというふうに思いますので、ぜひお聞き取りをいただきたいというふうに思います。その先取りとして今あの東日本大震災の下で福島第一原発が事故を起こしました。そして今この日本は原子力緊急事態宣言下にあるわけであります。通常であれば追加の被曝線量は年間1ミリシーベルトでなければならないはずなのに、それを20ミリシーベルトまで上げてもう安全だ安心だ大丈夫だというふうに機関を命令しているのが緊急事態宣言下の今のこの日本の実態、あるいは沖縄の参議院選挙が終わったあと北部訓練場にオスプレイの訓練施設ヘリパッドを作っているけれども、それに反対をする市民の皆さんに対する権力側のありとあらゆる暴行、あるいは勝手に県道を封鎖する、勝手に私物を撤去する、勝手に国有林を伐採するなどの全く不法を重ねるような権力の暴走が今沖縄高井で行われていることは、まさしにこの緊急事態条項の先取りとも言える状況が今この日本の今この沖縄の今東村高井で今この時間でも続いているということを、なかなか本土の皆さんに伝えられることが少ないわけであります。かろうじてTBS の金平キャスターや下の毎日新聞でも石川文洋さんが投稿をして、いくらかこの本土の中でも今何が起きているのかということが伝えられ始めています。今日は参議院議員社会民主党副党首の福島みずほさんの秘書で長野県出身の池田幸代さんに今日この松本駅前にいただきまして、福島参議院議員社民党副党首と一緒にこの沖縄東村高井に出かけていって、体を張って民主主義を守り
沖縄の東村のやんばるの森を守ってきて経験を持つ池田幸男さんにこの駅前に来ていただきました。これから30分ほどお時間をいただいて池田さんから直接今の沖縄東村高江の状況を報告していただきます。沖縄は琉球処分でこの本土の犠牲となり、そしてまたあの太平洋戦争で直接県民の4分の1が犠牲となり、そして戦争が終わった後も米軍の占領下にあり、1972年本土に復帰した以降も米軍の 74% を沖縄が背負っている。これ以上私たちに何をしろというのか。新しい基地を作れば永久的に沖縄に基地が残ってしまう。だから私たちは子どもたちに平和な沖縄を残すために戦っているんだ。この思いを私たち本土の人間が知ってそして共有することがなければ、沖縄の皆さんは逆に本土の皆さんから我々は差別をされているというふうに感じてしまっているのが現実でございます。沖縄の声に私たちもしっかり耳を傾けていきましょうということを呼びかけさせていただきまして、本日月曜の声終了させていただきます。ご清聴賜り誠にありがとうございました。